はい、こんにちは。占い評論家の岡田です。今日はですね、よく手相の本に載っていることが多いんですけども、よく手とね、手は、外に出た脳であるというような言葉が、カントですとか、それから、大脳生理学の久保田清居先生とかですね、そのおっしゃるんですね。その出どころ何かと言いますと、このペンフィールドという人のこの図面なんですね。そこにありますように、この運動野の部分に対応、カル人体が対応すると、あと感覚野のところにこのように、対応するということなんですね。で、これどうやってこういうのができたかと言いますと、ちょっとあまり好ましいことではないんですけれども、戦争などで脳に弾丸が入った場合、どこが麻痺してしまうか、そういったことですとか、あとそういう事故に遭った方ですね。そういったものをもとに作り上げていったもの、これがスタートです。今はですね、いろいろスキャンできますので、わかるんですけども、昔はなかったので、こういう図面作るときには、そういった事故とか、戦争でね、ちょっと障害を持った方の対象として作られたわけです。で、さらに手のね、部分の運動や、こういったところも対応するということで、最近だと認知症的なものは、やっぱり、脳を刺激するということで、手をね、動かす。これが大事だというふうに言われているわけなんですね。はい、ということで、これも手相のね、本に載ることなんで紹介してみました。ではまたアップいたします。